ウィリー・サニョルは、フランス共和国ロワール県、サンテティエンヌ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダーで、フランス代表であった。エースサンテティエンヌで1995-96、シーズンに18歳で、リーグ1にデビュー。翌年には19歳ながらもキャプテンに任命された。ちなみにこの時は右サイドハーフやボランチでプレーしていた。 右サイドバックは AS モナコ遺跡後にコンバートされたもので、これにより一気に才能を開花させ、1999から2000シーズンのリーグ優勝に貢献した。2000から01シーズンからはバイエルミュンケンでプレー。左サイドバックだった同胞のビセンテリザラズと共に多くのタイトル獲得に寄与した。2006年冬には契約満了と共に、 ユベントス FC 遺跡の噂が流れたが、結局は契約延長した。2007年は、アキレス腱の怪我からの復帰のためにリハビリ中であったが、復帰の目処が立たずその間に、クリスティアン・デルやフィリップ・ラーム等にポジションを奪われたため2009年2月22日をもって現役を引退した。代表としてはユースを経て、A 代表に招集され、2000年のトルコ戦にて、 デビューした。長年の間、名手ギリアンチュラムの影に隠れた存在だったが、ユーロ2004でのチュラムの代表引退後は、不動のレギュラーとなる。2005年にチュラムは代表復帰したが、センターバック1000人のためポジションは安泰であった。初めて代表レギュラーとして臨んだ大舞台である2006年、W 杯では、全試合にフル出場し、母国の準優勝に貢献した。 その後は、アントニー・レベイエールや、フランソワ・クレール、バカリサ・ニャーラが対等したがポジションは守った。現役引退後は指導者に転向し、2013年に U-21 フランス代表の監督に就任した。2014年5月23日、U-21 フランス代表の監督を退任し、FC ジロンダン・ボルドーの監督に就任した。 契約期間は2年間。初年度の2014から15シーズンは、前年より一つ上位のリーグ6位で終え、翌年の UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。L 予選3次ラウンドのエクラルナカ戦で2試合合計、4から0と完勝し2015から16シーズンのスタートを切ったが、リーグ開幕戦では、スタッドランス相手に敗戦。そのままクラブは、 リーグ界に低迷し、L でもグループリーグ突破はならなかった。トゥールーズ FC とのダービーマッチに4から0の大敗を喫した2日後の2016年3月14日に解任された。2017年6月、フルスバイエルン・ミュンヘンのアシスタントコーチに就任。同年9月に監督のカルロ・アンチェロッティが成績不振を理由に解任されると、 バイエルンの暫定監督として指揮を取った。同年10月、公認としてユップ・ハインケスが監督に就任すると、ベーター・ヘルマンをはじめハインケスの旧知のスタッフが入閣したため、アシスタントコーチを退任した。2021年2月、ジョージア代表の監督に就任した。ありがとうございます。